スンツバルは、スウェーデンの古い政治的区分では北部にあたる、ノールランドのメーデルパッド地方の下にある都市である。行政区分では、ベステルノールランド県の右下にある、スンツバル自治体シーベルとサンツバルズコンムンの自治体所在地である。1700年頃のスンツバル合衆 EN、スェシャアンティクワイオーディジェルナより、スンツバルは1621年に設立された。 ボスニア湾近くの港を持ち、ストックホルムの北3 9 5トルに位置する。この都市は4度の消失と再建を経験している。1度目は1721年、大北方戦争中のロシア軍によるものであり、4度目は1888年、スウェーデン市最大のものである。それは、蒸気船の火花によるものと考えられている。その出火の後、スンツバルは、 石造りの町として再建された。スッタモンダでスンツバルの中心は石造都市と呼ばれている。ある歴史家によれば、スウェーデンの産業化はスンツバルから始まった。1849年、ツナダル製材工場が蒸気機関のノコギリを購入したのである。20世紀初頭、スンツバルの林業は現在よりも盛んであり、1879年には、 大規模なスンツバルストライキが発生している。スンツバル地方に産業家の遺産として残るスウェーデン、社会民主労働党と社会主義賛同者の市民における割合は、スウェーデン国内でも指折りである。今日、スンツバルはパルプ製紙産業やアルミニウム、産業だけではなく、銀行、保険会社、電気通信管理、国家社会保険理事会の大規模な、大衆資料処理場がある。 中央スウェーデン大学のメインキャンパスもあったりする。石像都市の愛称を持つスンツバルの景観。ありがとうございます。